だ。ありがとう。今日は紅茶に合うお菓子を作ろうと思う。と言っても私は料理があまり得意ではなくてな。だから作るのはカルメ焼きだ。理科の実験でやらなかったか。そうか、それなら話が早い。では一緒にやろう。カルメ焼きは火加減が命だ。130度になる直前で加熱を中断し、手を動かさなくてはな。ではまずお玉にざらめよう。うん、懐かしい味だ。材料や手間はほんのわずかで、味も至って普通だが、私はこれが気に入っているんだ。何より自分の手で作れるのがいい。初めて見た時、魔法のようだと感動したものだ。自分でもやってみたいと挑戦したが、何度も黒焦げにしてしまったな。文字通り苦い思い出だ。悔しくて何度も練習したよ。今日はその成果が出せた。気に入ってもらえたかな。そう言ってもらえると、披露した甲斐があったというものだ。私の家では堅苦しい食事や茶会を催す機会も多かった。だが豪奢な品を誰かに用意させるばかりがもてなしではない気がしてな。こうして目の前で作れば話もできる。私という人間を理解してもらってこそ思いも伝わるというものだろう。私に足りなかったのはこういう部分なのかもしれないな。近寄りがたいと思われることを嘆く前に、こちらが歩み寄る機会を。何気ない一杯の誘いからいろいろ気づくことがあるものだ。今日はありがとう。またこうして話でもさせてくれ。そうだ、一つ頼みがある。ザラメも重曹もまだ残っているから、もう少し作っておくのを手伝ってくれないか。カルメ焼きは日持ちする菓子だ。この機会にみんなにも配ろうかと思ったな。そうだな。そうか。
なあ、うがいすると病気はうつりにくいんだって。あと足が寒いと気持ちが暗くなるからあったかくして寝るといいみたい。それじゃあまたね、コロマルとお兄さん。ここは賑やかね。ほら街の様子、このところ変わってるでしょ。うつろな様子の人は多いし、何よりおかしな話も流行ってるし、だから不安になって様子を見に来たんだけど、あなたたちには杞憂だったみたい。こんな話じゃなくて、今度はおやつを持ってきましょう。来たの。と、そうじゃ。僕将棋はできる。ならわしが教えちゃるよ。ついでにコロマルの手も借りてよ。よっしゃ、では始めようかの。最近は刺す相手もおらんくてな。こりゃ楽しみじゃわ。いや、待った。コロちゃん、そのヒントは待ったじゃ。これはどういう状況だ。おや、おお、こりゃ失礼。家の真ん前じゃったの。あ、いえ、お気になさらず。そういや、ここ学生寮じゃったか。ってことは僕もいつかここを出るんかの。ほうか、そんならコロマルは次の寮生が引き継ぐんかの。さよならだけが人生じゃが、ちいと寂しいの。
度は。ほう、いい手じゃないか。何の、まだまだここからじゃ。良い勝負じゃった。また立ち寄らせてもらおうかの。ではの、コロマルと僕、そこの綺麗な人もアデュー。寮を出た先、戦いが終わった後のことか。今はまだ見当もつかないが、それでも考えておかなければな。私たちが戦うのはその未来のためなのだから。何、コロマルなら引く手あまただろうさ。ありゃまあ、コマが先ほどのご老人か。お帰りなさい。
私は。ありがとうな。君か、お帰り。教室でこの本を読んでいたら意外と武闘派なんだねとクラスの方に驚かれてしまって、私は皆さんの目にどう映っているのでしょうか。かわいい、褒め言葉だって分かってはいるんです。でもそう思われているということは、対シャドウ兵器でありながら相応の印象を抱かれていない。これは由々しき問題では。読み終えたら解決策を考えようと思います。戦闘においては敵味方とも精神面が大きく作用します。敵をひるませ仲間を励ます。私はそんな存在でありたい。どうすればそういった印象を皆さんに持ってもらえるのでしょうか。もっと言えば一緒に戦っていて心強いと思われるような、この本から何かヒントを見つけられれば。今日はここまでにしましょうか。じゃあおやすみなさい。
そういえばさ、はあ、その通り。
久しぶりの授業は新鮮でした。先生方もクラスの皆さんも元気そうでしたね。でも気づいてましたか？純平さんがいつの間にかいませんでした。午後の授業が始まる前に屋上の方へ行くのを見たんですが、新学期早々サボりでしょうか。あ、ごめん、別に用じゃないんだけど、なんとなくここ来たくなって。そしたら奇遇ですな。俺もちょうどそんな気分でさ。やっぱ俺らは付き合い長いし、波長がシンクロしちゃってる。はあ、ただの偶然だから。純平と同じ波長とか、今すぐチャンネル変えたいっつの。でもいい天気だね。風がちょっと冷たいけど、空気が澄んでる気がして気持ちいいかも。こうして見ると結構悪くない眺めだよな。見慣れた景色だけど、だからこそ落ち着くっていうか、終わりが来るなんて嘘みたい。人が訳もなく集団で倒れたとか消えたとか最近多いんだろ。新聞もニュースもシャドウの被害っぽい話ばかり。ミツル先輩が言うには被害が増えすぎて記憶の補正が追いつかないんだって。よくわかんねえけど、全部ニュクスってやつのせいか。妙なカルト宗教みたいのが流行ったり、いよいよヤバいって感じだぜ。こりゃ実は夢でしたってオチは期待できそうにねえな。そうだね、そう決めたんだから。ここを守りたいとかそんなかっこいい話じゃないけど、せっかくみんなで過ごした時間がさ、消えてなくなっちゃうなんて寂しいもんだな。つうか俺っちの輝かしい戦いの記録は永遠に語り継がれるべきだろう。うん、よく言う。拗ねて散々みんなに迷惑かけてたのに。あれは若気の至りで今は一皮むけたっつうか。なあ、お前もそう思うだろう。おうよ、最後の打席もフルスイングでかっ飛ばすぜ。甘やかさないでよ、また調子に乗ってやらかすから。私も人のこと言えないけどね、ごちゃごちゃ考えていろいろ振り回したし、その頃から比べたら少しは変われたのかな私。でもさ、最初はこの3人で頑張ってたんだよね。あん時はこんな無茶なことになるとか考えもしなかったけどな。あれから1年近く、ほんと大変なことばっかりで。ま、そうだけどさ、物は考えようよ。おかげで俺らの絆ってやつが深まったわけだろ。真顔で言わないでよ、こっちまで恥ずかしくなるじゃん。でもなんかそういうのって悪くないなって思ったり。とにかくここまで来たんだから最後までよろしくね。だな、お呼びじゃねえお客様にはお引き取り願わねえと。それとストレガの残った2人、だんまり決め込んでやがるが、どっかで必ず俺らを狙ってる。決着つけねえとな。課外活動部元祖 2F トリオの底力見せてやろうぜ。お前らの顔見てたらますます気合入ってきたっつうかさ。あ、私も純平の顔見てたら思い出した。貸した CD 早く返しなさいよ、いつも借りっぱなしでほんと腹立つ。えー、
確かに心当たりはあるけど、今それ言います？あの、よかった。私、この頃よくここへ来るんです。前の私は神社という場所の価値がよく分かりませんでした。でも最近は違ってきて、それにここは去年の夏にコロマルさんと出会った場所ですよね。あの日までコロマルさんは飼い主さんが亡くなったのを知りながらずっとここに。その理由、今なら理解できるんです。人を動かすものは多分事実じゃなく思い。亡くなった事実を知っていても痛いっていう思いが行動させる。私も同じです。守れないという事実を分かったはずなのに、それでも私戻ってきました。つまり無意識のうちに事実より思いに従っていたんです。あの時は混乱していて気づきませんでしたが、実は私、あなたといる間にいつの間にか行動原理が変わってしまったんです。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝永劫のペルソナを生み出せしと聞き、我らさらなる力の祝福を与え。今の言葉訂正しないと。人を動かすものはなんて言いましたけど、私もコロマルさんも人じゃありませんでしたね。ごめんなさい。さて、ずっとできずにいた礼をようやくさせてもらえそうだな。今日は二人か。黒沢さん、珍しいですね。事件ですか？
いや、この辺りのケイラの手伝いでもない。気づいてるかもしれんが、ここのところ街が妙な雰囲気だ。何が起きるかわからん。帰りはあまり遅くなるのよ。ありがとうございます。黒沢さんもお気をつけて。ああ、ちょうどいい。君に聞きたいんだが、最近こいつが急に俺の仕事について聞かせてくれとせがんでくる。どういう魂胆だか知らんが、何か知ってるか？ほう、警官でも目指すつもりか？いえ、具体的なことはまだ何も。ただ世話になった黒沢さんのことを知りたいと思っただけです。ああ、俺はこいつを昔から見てきたが、ここ1年で随分と変わった。君のおかげか？だったらこの先もよろしく頼む。目を離すと何をしでかすかわからんやつだからな。ああ、わからんといえば、昨年末長泣き神社で大量のゴロツキどもが倒れていたという事件があった。状況から喧嘩だろうが、ドイツに聞いてもこちらが悪いの一点張りで相手は不明。大きな集団同士の抗争とも考えたが、相手は二人だという情報もあった。しかも驚くことに、その場にいた全員怪我らしい怪我一つなし。あれだけの数を相手に信じられんが、相当な手だれの仕業だろうな。まあ、やられたのはあちこちで暴れ回ってた札付きの連中だ。誰かにしつこくつきまといでもして、きついお灸を据えられたんだろうよ。正当防衛の可能性が高く、怪我人もなしならこれ以上の捜査は必要ないだろう。なぜお前らがホッとした顔をするのか、俺にはさっぱりわからんが、俺は警察官である前に一人の人間だ。信念を持った奴らがその力の使い方を間違わない限り、俺は協力を惜しまない。やはり俺の目指すべき道が見えてきた気がします。ありがとうございます、黒沢さん。礼を言われる筋合いはないし、これは俺の独り言だが、今回は無事で済んだとはいえ、ああいう真似は今後控えるんだな。最近じゃそこらのチンピラが銃まで持ってることも珍しくない。これも国際化ってやつなんだろうが、危険なのは海の向こうとそう変わらん。ああ、銃もそうだが、海外には腕に覚えのあるやつがいくらでも。なるほど、海の向こうか。卒業すれば自由が利く。俺の拳がどこまで通用するか試してみるのも面白い。やれやれ、そういう冗談はさておき、若さってのはお前たちだけの特権だ。羨ましくもある。いつか3人で飲みにでも行くか。それじゃあな。いつかか。受験のこともそうだが、その先を考える時期だな。何を目指し進むにせよ、俺はこの先も戦い続ける。そこには俺一人の力で成し遂げられないこともあるだろう。だから俺もいつかお前が俺たちを率いたように。まあ、それは先の話だ。俺たちはまずやるべきことがある。俺は守る。仲間を、お前を、俺とお前たちの未来のために、そしてあいつの自慢の兄貴でいるために。そういえば、忘れないうちに渡しておこう。よければ使ってくれ。巻き方は後で教えてやる。深い意味はないんだが、使
買えば武器も握りが安定する。まあ取っておけ。それがあるから俺は全力で拳を震える。俺にとってお前はそういう存在だということだ。さて今日はケーキ漬けに腹いっぱい食おう。無礼講というやつだ。遠慮はするな。感情は俺に任せておけ。今夜はな、どうせお前とは長い付き合いになる。いずれ返してもらうさ。さあ、行こうか。私ここが好きなんです。町が一望できますから。右手にムーンライトブリッジがあって、向こうはポロニアンモール。あ、知ってましたか？私たちの寮ここから見えるんですよ。私が眠っていた屋久島の海はここよりずっと透き通ってましたけど、私ここからの眺めの方が好きです。ここへ来る前は景色に好きとか嫌いとか考えもしませんでした。あなたはどうですか？この街好きですか？よかった。同じものを見て同じ気持ちになれるって、そのいいですね。いろいろなものにそれまで感じなかった思いが生まれてきて、最近は少し怖いと思うことさえあります。でもあなたと一緒にいることで変わっていくなら、私そういう自分を大事にしたいと思います。ごめんなさい、つい長話を。1月ですし、ここじゃ風が冷たいですよね。あなたが風邪でもひいたら大変です。
あの、はい、思ったより害虫の被害がありません。ちょっと安心しました。でも特に対策はしてないはずなのに、一体どうして。おや、この方はテントウムシの幼虫です。小さくて可愛らしいですね。ごめんなさい、苦手ですか。隣の葉に移動させますから。じっと動きませんね。テントウムシさんはあなたの近くがいいみたいです。この小さなプランターの上だけでもいろいろな生き物が、誰に教えられるでもなく、みんな一生懸命、すみません、手が止まってしまって。お手入れしましょうか。あ、そちらの方は身勝手なようですが、ここで食い荒らされてはたまりません。今回はテントウムシさんに助太刀しましょう。ステータスオールグリーン、問題なさそうですね。今日はこれくらいにして、そろそろ戻りましょうか。そうそう、
よく育っていますね。この力強さに驚かされるばかりです。テントウムシさんも立派な成虫になられました。任務は達成でしょうか。お見事です。私も精一杯やりました。お役に立てたならよかったです。そうだ、テントウムシさんにもお礼を言わないといけないですね。私ここで一緒にお世話をして分かったことがあるんです。このプランターのそばでいろいろなものと出会いました。その誰もが今ここにいることを一生懸命に頑張っている。育った植物も、それを食べる虫も、テントウムシさんも、そしてあなたも。私は機械ですが、一生懸命に頑張ってみたい。皆さんと同じようにここにいることを精一杯やる。私にもできるでしょうか。あなたはもう頑張ってるじゃないですか。でもその言葉を聞いたらますますやる気が出てきました。もちろんこの先のお世話も精一杯やろうと思います。では早速作業を再開しましょう。今日もしっかりお手入れできましたね。じゃあ戻りましょうか。
なさい。